こんにちは。では今日も中学数学の授業始めるよ。まず今日は見てわかる通り文章題だ。前回までもう計算ばっかりでちょっと嫌になったなっていうぐらい計算したと思うんだけど、今回はその計算を利用して文章を解くということだ。だからまた一歩先行くね。じゃあ1番から見ていくね。まず1番、ある遊園地の入園料は大人が A 円で子供は大人より100円安い。大人5人と子供5人が入園するときの入園料の合計を求めようということだ。文章の意味は分かるかな。遊園地に入るのに A 円、ここちょっと文字だから分かんないんだけど何円かかかると。で、子供はそれよりも100円安いんだよということは、どういうことかというと、大人が A に対して子供はどういうふうに表せる？大人より100円安いんだから A-100 になるってわかるかな。大人が A に対して子供は A-100 円なわけだ。大人が A に対して子供は A-100 円。じゃあ大人5人と子供3人で合計いくらかということだけど、大人5人だから A が5個だから 5A って、これは分かるよね。で、子供3人だよね。子供はこういう値段なんだ。これを3人だから足すこれかける3、つまりこれだね、3かっこ A-100 だ。これ分かるよね。三角コ A-100。いいかな。5A プラス三角コ A-100。あとはこの計算をすりゃいいだけだから、5A 足す 3A、こうね、引く300。A は A 同士計算するから 5+3 は 8A-300。 いいかな。 8A-300、 これが答えだ。だから入園料の合計はって聞かれたら 8A-300 円だよというのが正解ね。じゃあ次2番も見ていこう。50円と80円のお菓子を合わせて20個買った。50円のお菓子が X 個であるとき、代金の合計を求めよう。わかるかな。ちょっとさっきとは形式が違うんだけど、 X 個、50円か X 個、じゃあ80円は何個買ったんだろうっていうふうに考えるんだ。一応書くね。50円のお菓子が X 個、 X 個、じゃあ80円のお菓子は何個買ったのかな。合計で20個買ったって書いてあるから、こうなるって分かるかな。 20-X 個、これ分かるかな。50円のお菓子が X 個だから、合計で20個だから80円のお菓子は 20-X 個、残りだよね。こうなるの分かるかな。こうなるのが分かればあとは簡単。代金の合計を求めるんだから、50円が X 個で 50X だよね。で、80円が 20-X 個だから、合計だから足し算ね。80円かける 20-X 個だ。20-X 個だ。これ分かるかな。50円が X 個だから 50X、 これかけるこれね、こちらも同じ 80 かけるこれだから 80-20-X。 じゃあ計算しようか。 50X 足す 80×20 は 8×16 に 0 2つ加えればいい。
80×X だから 80X、では X は X 同士、50-80、マイナスになるよね。マイナス 30X プラス1600、いいかな。答えはマイナス 30X プラス1600円だということね。いいかな。じゃあ次行こうか。はい、じゃあ次、速さの問題だ。 8km の道のりを初めは時速 4km で、途中から時速 2km で歩いた。時速 4km で歩いた道のりを xkm とするとかかった時間を求めよう。こういう問題ね。速さの問題ちょっと難しいよね。じゃあこれも解いていこうか。どうしようかな。まずね、ちょっと図を書くね。例えばこう、ね、スタートからゴールまで 8km があるって書いてあるよね。これ 8km だな、で、初めは時速 4km、 どこまでか分かんないんだけど、こっからあるところまでは時速 4km だ。4km で、時速って 4km パー h って書く。これ知ってる h。 まあ g って書いてもいいんだけど、ちょっと書くのに時間かかるよね。だから h なんですね。 h って何かって言ったら、まだ英語で出てきてないんだけど、 hour っていうね、これ時間って意味がある。それの h、 頭文字を取ってるからね。 4km パー h で、ここから途中からは時速 2km で、ちょっと疲れたのかな、遅くなってるよね。 2km で、これもパー h だからね。途中までは 4km、 途中から時速 2km に行きました。かかった時間を求めようということで、道のりを、4km で歩いた道のり x って書いてるから、ここ 8km って書いてあるんだけど、ここまでは xkm だ。じゃあこっからここはどう表したらいい？合計8なんだから、これわかるかな。 8-x で km と、これいけるかな。ここが xkm であれば、こっからここは 8-xkm だ。こういったように、ちょっと図で簡単な図でまとめたら、あと解きやすい。じゃあ問題は時間を求めようって書いてあるんだから、こちらどんだけ時間かかるか、こちらどんだけ時間かかるか、両方出して足し算すればいい。じゃあ速さの問題で時間を出すにはどうしたらいい？覚えてるかな。距離、速さ、それをどうするんだったっけ。距離割る速さだよね。だから xkm で時速 4km なんだから、 x 割る4だ。 x 割る4、分数で表してね。4分の x、こちらも同じ。これ割るこれ。だから、これ割るこれね。これ割るこれね。ここまで分かるかな。で、この2つを足し算すれば、いいかな。4分の x 足すと2分の8引く x だ。すると前回やったように分母を合わせる。4と2だと4で合うよね。で、
x プラスこちらね2倍になってるので分子も2倍だ。2括弧8マイナス x いいかな。では分子の計算、 x プラスこれかける2816だよね。でこちらもかけるマイナス 2x で、あとは x は x で計算、 x-2x だからここ1ね、 1-2 はマイナス1だからマイナス x で、あとプラス16は何もないからプラス16書いておく。答えは4分のマイナス x プラス16、かかった時間は4分のマイナス x プラス16時間ね。ちょっと答えややこしくなるけどこういう形になる。いいかな。じゃあ次行こうか。次ね、4番、縦が 6cm、 横が 12cm の長方形がある。この長方形の縦を2倍、横を x cm 長くして新しい長方形を作った。この長方形の面積を求めるのは面積ね。じゃあこれもしていこうか。まず長方形の面積といえば縦かける横、これはわかるよね。じゃあ新しい長方形の縦の長さは何センチか、横の長さは何センチかってことだ。じゃあまず縦はどうなるかというと、もともと6センチだったよね。でこの長方形の縦を2倍にしたって書いてあるのでかける2、もうこれは計算しちゃおう。12センチになったんだ。じゃあ次横はもともと12センチ。で、それがどうなったんだったっけ？横は x センチ長くしたって書いてある。だから12足す x、 こうなるんだ。じゃあ面積は？面積出すには縦かける横。まあ式で書くと12かっこ12足す x だ。いいかな。縦かける横だ。じゃあ計算しちゃおう。12はこういうふうにかけるから、まず12×14、144ね、足す 12×x、 これは 12x だから答えね、144プラス 12x。 まあ単位何かなっていうと、これセンチメートルで書いてあるから、まあ単位書くならば平方センチメートルね、になる。いいかな。じゃあ次いくよ。特にねこの速さの問題、これ苦手にする人が多いから、こうきっちりこういう図を書いてできるようにしておいてね。では次いこう。次はちょっとまた変わった問題、規則性の問題だ。じゃあ5番から見るね。下の図のようにマッチ棒を並べて正三角形を左から順に作っていく。正三角形を N 個作るにはマッチ棒は何本必要か。まあこういった問題見たことあるんじゃないかな。順番にこう作っていくんだ。で小学校までとは違うところはここが文字になっている。今まではじゃあ正三角形を6個作るにはマッチ棒は何本必要かみたいな問題はあったかもしれないんだけど、中学になったらここ文字になっている。ではやっていこうか。じゃあ解き方いろいろとあるんだけど、ちょっとねこういう解き方簡単だからしてみようか。まず正三角形を1つ作るにはちょっとグラフみたいにしていこうか。正三角形を1個作るには
マッチ棒は何本必要か。1、2、3、もちろん3本だよね。ちょっとまとめていくね。じゃあ正三角形を2個作るにはマッチ棒は何本必要か。何本か分かるかな。正三角形を2個作るじゃん。ここ消しゃいいんだから1、2、3、4、5、5本だよね。5本と。では正三角形を3個作るには何個必要か。ではこの図だよね。1、2、3、4、5、6、7本。同じようにバーッとして、問題は正三角形を N 個作るには何本必要か、ここを出せばいいんだ。じゃあね、出し方ね、僕らはこうする。3本から5本、これって2本増えてるよね。5本から7本、これも2本増えてるよね。じゃあどうやって式で表そうかなっていうんだけど、2本ずつ増えるから、マッチ棒が正三角形が1個増えるごとに2本ずつ増えるんだから、2本かける正三角形の個数しちゃどうなんだろうと。つまり2本かける正三角形の個数は N 個だから、これでどうだろうかと考えるわけだ。で、実際に当てはめてみる。例えば、正三角形が1個の時、2N は 2×1 で2だよね。でも実際は3だ。あれ、1個ずれてるぞと。これ、足す1したら合うのかな。次ね、2個。2×2、2×2 は4だよね。4足す1は5。あ、合うね。次3個。2×3 は6、6足す1は7。あ、合うね。じゃあ答えは 2N 足す1じゃないか。というふうにして計算する。やり方はいくらでもあるよ。でもこれまあ早いんじゃないかな。もちろんこれ2個ずつ増えるんだから 2N になるよね。で、あともう差調整したらいいんだよ。答えね。2N 足す1になってるよね。答えは 2N足す1だ。いいかな。で、もっと他にもいろいろ方法あるよ。例えばだけど、初めに1本あって、それから常に2本ずつ増えていく。って考えたら 2N 足す1だよね。それとか、初めが3、一番初めが3、それから、先ほど言ったように 2L ずつ増えていくんだけど、2本ずつ増えるんだけど、ここ N をかけちゃうと、初めの1の3も3たす2の5になっちゃうから、N から1引くんだ。3プラス2かっこ N 引く1。これ計算したら、こうなるはずだよ。2N と3引く2だから、2N プラス1になるはずだよ。だからこういうふうに1回式に出してする方法もある。いろいろな方法があるから、自分で一番これがいいかなっていう方法でこれから解いていってくれ。いいかな。じゃあ次、最後ね、6番。これもいろんな方法あるからね。下の図のように幅が6センチ、幅が6センチだから、ちょっと図に書いていくとこういうことだね。幅が6センチのテープを左から順にのりしろ2センチでつないでいく。のりしろ2センチはつまりここのことだ。ここが2になるんだ。ここが2ね。6センチのテープを2センチずつこう重ねてつないでいく。で、テープをまた N ね、L 倍つないだ時の横の長さは何センチメートルかということなんだけど、これもいろいろやり方あるしね。例えばこのやり方でももちろんいいよ。もしまとめるとすればね、
1枚つないだら、角か、1枚つなげば、まあ、つなぐって言い方おかしいかな。1枚だともちろん6だよね。じゃあこれが2枚になればどうなるか。2枚になれば6足す6じゃなくて、もちろん伸びしろ2センチあるんだから、それから2を引かなきゃいけない。だから10で、3枚になればどうなるか、まあここからここまでは4ずつ増えるよね。だから3枚になっても4増えるわけだ、14という形でね、4ずつ増えると。から先ほどと同じような方法で出る、まあ、出せる人はパッと出してみて。で、あとね、他にもいろいろやり方があるんだけど、例えばね、小学校の時に上刻んって習ったの覚えてるかな。上刻んで、これ上刻んを使ってもできるんだ。例えば幅が6センチだよね。6センチのテープを N 倍つなぐんだから、結局テープの長さの合計は 6N だよね。で、のりしろ分が重なってるから、そっからのりしろ分を引かなきゃいけないんだ。で、のりしろは何箇所あるかなっていうのが上刻み。2枚つないだらのりしろは1個だよね。3枚つなげばのりしろは2個だよね。つまりテープの枚数よりかのりしろは1個少ないんだ。だからのりしろ2センチ、 2N を引くんじゃなくて、こういうことね。6マイナス2カッコ N 引く1。これ意味わかるかな。 6N っていうのはテープの枚数の、テープの長さの合計で、のりしろは2センチなんだけど、 N じゃなくて、先ほど言ったように1つ少ない、テープの枚数が1個少ない、だから N 引く1、これを引くんだ。で、これを計算すれば6N 引く 2N 足す2、ここ足すプラスになるからね、6引く2は 4N でプラス2ということね。 4N プラス2、いいかな。答えは 4N プラス2じゃないかな、ということね。よいしょ、答えね、 4N プラス2、いいかな。ということで、これね、上刻み的なやり方をしてもいいし、先ほど言ったこれと同じようなやり方をしてもいいし、またはこっちみたいなやり方もしてもいいしね。はじめのテープ6プラス、まあ同じかな、似てるかな、6プラス4センチずつ N 引く1枚増えていくみたいな式を作ってやっても、結局全部答えは一緒になる。いろんなやり方があるから、先ほど言ったように自分の得意なやり方でやってみて。で、まあ、おすすめとしたら、これ結構おすすめかな。はじめの数3に2個ずつ増えていくんだから、あ、こっちかな。2個ずつ増えていくんだから 2L。で、2L に当てはめて、これね、プラス1とか、こちらだとプラス2みたいな修正をかけていく。こういうやり方したら、結構こういう規則性の問題解けたりするから。いいかな。いろいろな方法があるからね、チャレンジしてみてね。では今日の授業、ちょっと文章題6問でしたけど、どうだったかな。じゃあまたもし間違えたりしてたら解き直ししてね。ではこれで終わります。お疲れ様です。